どうもこんばんは。ちょっと今日ここへ、今はね明るいと暗いのね、ちょうど際どい時間帯なんですけど、屋台とね人がね消えてるんですけど、この前のさ金土日で北海道神宮例祭でしたっけ、お祭りがあったんですけど、もう誰もいないんだけど、なんかあのさすごい人混みがなんか嘘みたいに、みんなどこ行ったって感じなんだけど、あれは幻だったのか。マジでいないよ。あれ、ここあっち側に屋台ありましたっけ。ここは何だったんだろう。やばい、未だに迷子になる。みんなどこ行ったマジで。こっちはね、あ、ここがちょっと迷子になったけど、ここだけはわかるんだ昔から。ここでさ、あの1本目の動画をよく、うわ、すいません、お疲れ様です。ここでさ、このね屋根のある場所で一本目のさ、札幌移住の全記録っていう動画を、ここでね、よく撮ってたんですよ。合計でもう何時間、5時間ぐらいここで多分撮ってるんですけど、もうあの時とは景色が変わってるわ。ここでさ、座ってこのアングル。あの時はまだいっぱい雪があったんだけど、でもなんか、すごく言ってることが矛盾してしまうんですけど、移住はすごく慎重になった方がいいし、でも勢いがないとなかなか実現しないなとも思いましたね。雪が降る中こうやって何喋ったっけね、あの1月15日ぐらいから記録を動画を撮り始めたんですけど、もうあれから5ヶ月か。なんか不動産屋さん、あ、そうだ、あのさ一本目の動画のコメント欄でめっちゃ言われたんですけど、不動産屋さんのなんかイントネーションおかしいですよみたいに言われたんですけど、おかしいかな。不動産屋さん、不動産屋さん、不動産屋さん、僕なんて言ってましたね、あの時さ、不動産屋さん、不動産屋さん、おかしいかなこれ。どうなんだろう、不動産屋さん、不動産屋さん、